こんにちは、阿部芳俊です。今回は予備校時代に、自分がその突然、画力が爆発的に伸び始めた時に、自分が気づいたことというテーマで、話をしようと思います。これは自分の予備校時代の話です。漫画やイラストじゃなくて鉛筆の石膏デッサンの時に、気づいたことですけど、イラストでも、まあ、漫画でも何でも、この考え方はそのまま使えると思います。絵は基本的に、手を動かさないとうまくならないです。でもただ枚数をこなしても、うまくなるとは限りません。予備校時代に、やっぱり何年も浪人していて、でもこう同じようなところで、こう伸び悩んでその成長が止まってしまうっていう人もいたし、現役生ででもスイスイとこう止まることなく上達していくっていう人もいました。僕は、まあ典型的な容量が悪くて、その枚数書いても同じような失敗をしてなかなか成長できないタイプの、人間でした。それがそのこの考え方に気づいた瞬間から、伸び悩むっていうことがほぼほぼなくなりました。そこから、1枚絵を描いたら1枚分確実に成長することができるようになって、その年にその東京芸術大学っていう、その、まあ、絵描きの美術大学に合格しました。枚数描くこと自体は、まあ、絶対的に必要で、その描かずに上手くなるってことはさすがにないんですけど、その描くときに今から説明するようなその気づきが伴っていないと、まあ、昔の自分みたいにこう書いても書いても同じところで、同じような失敗をして成長できないみたいなことになっちゃうんじゃないかなと思います。じゃあその気づきは何かという話ですが、結論から先に言うと、人間は、自分が傷つかないで済むように常に現実の認識を歪めて生きているっていうことです。わかるでしょうか。その自分がその自分の心っていうのが、いつも自分が傷つかないで済むように自分の現実の認識を歪めて正しくものを見れないようにしている、ということですね。で、この現実認識の歪みを正しく直す方法は、僕が気づいて実行した方法は、でっかい練り消しをグッと握るという方法でした。何のこっちゃということだと思いますので、順を追って説明します。人間はその自分が傷つかないで済むように、常に現実の認識を歪めて生きている。僕がこのことに気づいたのは、その予備校時代、その大学受験の半年ちょっとぐらい前のことでした。で、その頃予備校内での自分の位置というか、その順位はまあ真ん中ぐらいで、僕はその時絵を始めたのが、まあ、19歳でちょっと遅かったのもあるんですけど、3年浪人をしていて、なのでその真ん中じゃ全然ダメなわけですね。そのもっとその要するに高校3年生からその難浪もしてる人までいっぱいいる教室の中だったんで、まあ、少なくとも上位じゃなきゃいけなかったんですけど、その当時、そうですね、その真ん中よりも下だったかもしれないですね。時々まぐれでいい絵を描けることがあるんだけど、でもそれがどうしてなのかも自分でもわからなくって、まあ、時々まぐれあたりがあるね、でも普段は全然ダメだねっていう、まあ、あんまり冴えないパッとした、一浪人生という感じでした。デッサンすると、基本的に形が癖っぽくて、これを直さないとダメだよって言われるけど、そのどう癖っぽいのかは自分の絵を見てもよくわからない。あるいは着彩ではその絵の具に振り回されてるみたいな状態で、今で、言うと、その当時は分かんなかったけど、ものの明るい暗いと鮮やか鮮やかじゃないみたいなことを頭の中で分けて考えられないせいで、色を塗っていくとその画面がちょっとバラバラになっていくみたいなことで、色を使った、水彩の着彩とか非常に苦手でした。そんな頃に、ある気づきがありました。アリアスっていう石膏の石膏像の石膏デッサンをしている時でした。その当時の自分はその描いてる時はなんかうまく描けたかなと思うんだけど、講評会で絵を並べて先生にこう見てもらうと、割と酷評で、その時はなんでだと思ったり納得いかんと思ったりするんだけど、翌日点数つけて絵を返してもらって、その時に自分の絵をこう見ると、ものすげえ下手くそで、なんだろうな、昨日なんでこれに気づかなかったんだろうとか、先生のその言っていた指摘が全くその正しいという。一日経ってみるとなんか頭が冷静になって気づけるんだけど、描いてる時は全然それに自覚できなくて、うまく描けてると思い込んでるみたいな、状態の繰り返しで、そこでまあずっと伸び悩んでました。
で講評会で、まあ、大体うまい順に絵を並べるんですけど、上段が、3段か4段絵を並べる棚があって、壁一面にで、上段に並ぶと、まあ、いい絵で、そこから中段下段はだんだんと悪くなっていって、で大体その絵を描いてる時に周りの学生さん同士で自分のお互いにその絵をこううろうろ歩き回って見たりするんですけど、そういう時に大体この人と自分は同じぐらいのレベルかなと思ってる人は、その講評会で絵並べてみると自分より全然上で、で自分よりもその何て言うかな、まあまあ自分の方がうまいだろうなと思っている人が並んでみると自分と同じところとか、あるいはちょっと上だったりして、つまり自分の絵を全く客観的に見ることが、できてなかったってことですね。で、なんだろうな、結構1日2日経って見返すと、割と冷静に、あ、自分は、だいぶ下手だなってことに気づけたりして、まあ、へこむわけなんですけど、でなんでこれを描いてる時にリアルタイムでパッと気づけないんだろう。逆に言えばこれを描いてる時にスパスパと気づいていければ、直してもっと良くなるんじゃないかなと思うようになりました。でだからその、その当時はだから何とかこう、リアルタイムで描きながら、かつその自分の絵を、客観的に評価する方法はないもんかと、結構もがき苦しんで、そういう方法がないもんかと探している時期でした。他人の絵に関してはそのある程度見れるようになっていて、バッと見回すと、あ、この人はうまい、この人はまあまあみたいなのは分かって、高評価で、絵を並べてみると自分以外の絵はその先生が並べる評価と、大体合ってるわけですよ。ただただ自分の絵だけが評価がずれると。なので他人の絵を見るように自分の絵が評価できるようになれば、まずまず正しく自分の絵も評価できるようになるんじゃないかと、思ったんですけど、なかなかそれがうまくいかなくて、でいろいろ、自分の絵をその引いてみるというか、その冷静に客観的に見る方法はないもんかと、いろいろ考えました。当時予備校でみんながやっている方法としては、まあ、まず一番簡単なのはちょっと離れてみる。やっぱ離れてみるだけで物の見え方が変わるんで、ちょっと冷静に見える、あるいは細かいところが見えなくなるんで全体のバランスが見やすくなるとかね。あるいは鏡越しにこう見て反転させてみる。これは今も漫画なんかでもよくやることで、クリップスタジオみたいな絵を描くツールも左右反転っていう、モードがあって、手軽にこうパッパッと左右反転して確認することができると。であとはイーゼルに立てかけてる絵をこう上下ひっくり返してみるっていうのもよくやりました。それもやっぱり左右反転と同じようにちょっと見え方が変わるんで、冷静に客観的に見えるようになると。生物デッサンとか石膏のデッサンっていうのは、そのイラストとか漫画ほどその左右反転してじゃあ劇的に狂いに気づくかというとそういうもんでもないんですけど、それでもやっぱり左右反転すると自分が垂直と思って引いていた線がちょっと斜めっていたりとか、あるいは こういうカップみたいなもんですね、こういうのを台に置いて描いてる時のここの楕円とかがこっち側の丸みの膨らみとこっち側の膨らみが癖がある、せいで、例えばいつもこっち側が膨らむみたいなことがあって、左右鏡で見て反転してみると、あ、逆、こっち側いつも膨らんでるわみたいなことが分かったりして、まあ、そういう発見はありました。でそういうその狂いの確認をしている時に、ふっと気づいたんですけど、その鏡とかを見て、あるいはその上下逆さまとかにして、デッサンの狂いを発見できたら、要するに直すポイントが見つかったってことなんで、嬉しいと思うはずなのに一瞬傷つくというか嫌だなっていう感覚が一瞬胸の中にこう針でチクッと刺すみたいに起きる。そして無意識に自分の中でなんかいやいや狂ってないでしょっていうふうに、そのデッサンの狂いを発見しようとし発見したことを否定しようとする感情が自分の心の中に起きる、そういうことに、自分は気づきました。でこれが最初に説明した、人間は自分が傷つかないで済むように常に現実を歪めようとするっていうことですね。でこのなんか人間はその自分が傷つかないように現実を歪めるっていう言葉自体は、まさにこれで悩んでる時に本屋で見た何かの児童文学のその子供向けの本みたいなやつに書いてあったんですよ。なんか星の王子様っぽい本なんだけど違うんで、なんか別な作者の人の別な本で、やっぱなんか子供が主人公で何か子供らしからぬ
その含蓄のあることをこっちに言ってくるみたいな中に、人の心というのはその主である自分自身が傷つかないようにいつも先回りして言い訳を用意するもんなんだみたいな言葉があって、それがその文章を読んだ時に今言ったような、あ、自分はその例えばデッサンの狂いを発見した瞬間に無意識に嫌だなっていう感情と、その発見したことを否定しようとする感情が湧き起こる、例えばそのいやいや狂ってない大丈夫大丈夫みたいな感情が一瞬心の中に起きるっていうことに、気づいたわけです。つまりそれはどういうことなのかっていうと、我々は、まあそのまあ、自分でいいんですけど、自分は、自分の絵に対しても他人の絵に対しても無意識の深い領域では、全く同じようにその他人の絵の割と他人の絵のデッサンの狂いとかさっと気づくじゃないですか。でそれと同じように自分の絵のデッサンの狂いとか絵の構図が悪いとか色が悪いとか何かいけてない部分に他人の絵を見た時と同じように意識の深い部分では気づいてるんですよ。で気づいているのにその気づいてしまうと自分が傷ついちゃうから、その無意識の浅い領域の方で、いやいや大丈夫大丈夫いけてるいけてるみたいな感じでそれを打ち消そうとする、そのすごい強い力が働く。なんでかっていうと、だから間違いに気づくってことは直さなきゃいけない、直すってことは今まで自分が書いて、自分が書いたものってもちろん労力もかかってるし、書いたものに対して愛着も湧いてるし、なのでそれがそういう感情が強くあるとやっぱりそれを消して書き直さなきゃいけないってことはその大変だし、間違いを認めなきゃいけないし、なので自分のその心が傷つくので、だから無意識がの無意識の浅い領域がそのいや直さなくても大丈夫っていう言い訳をとっさに思いついて自分をかばってるんですね。だから自分は、他人の絵の欠点はすぐ気づくのに自分の絵の欠点には気づけない、そして数日経ってみると気づけるんですよ。そのいわゆる描いてる最中の熱烈な愛着みたいなものはちょっと薄れて冷めた目で見れるんで、あともう描き終わっちゃってるんでその描いた時の労力が大変だったっていうことの生々しさとかも薄れてるんで、だからちょっと客観的に見れるようになって他人の絵ほどではないにせよ欠点に気づけるようになるわけです。でこのことに気づいた時に、つまりじゃあ自分の絵の例えばデッサンの狂いに気づいた瞬間に無意識のその表層的な領域が大丈夫大丈夫狂ってないから直さなくていいからっていうこの声が出た瞬間にこいつを捕まえてギュッと抑えることができれば自分は本当に他人の絵を見るように客観的に自分の絵の欠点なりデッサンの狂いなりに気づいて直せるようになるんじゃないか、これを捕まえられるようにならなきゃダメだということに、気づきました。そっからそのじゃあこの無意識の声に気づいてこいつをギュッと捕まえて抑え込むために何をしたかっていうと、それがさっき言った、でかい練り消しをギュッと掴むです。これどういうことかっていうと、まあ、デジタルツールの人は、まあ、消しゴムツールをいつもよりもちょっとでかいサイズにするでもいいんですけど、そうだ、練り消しを用意してから書こうと思った、話そうと思って、もっとでかい練り消しを使ったんですけど、今半分しか入ってなかったんで、練り消しをちょっと平べったく伸ばしてよく練っといてでかい平べったい面積にしといて、でそれを左手にこういつでも消せるように構えてから絵を描き始める。そして、自分のデッサンの狂いに気づいたらその大丈夫デッサン狂ってない大丈夫っていう自分のその無意識の表層からの声が聞こえてきたら、その瞬間に問答無用で今描いてるやつを全部消しちゃえ、その自分の左手にそのバカバカしいと思うかもしれないけどマジで本当にこうしてました。事前に心の中にその勝手に動くプログラムをこう刻み込んでおくわけです。とにかく言い訳を起こす前にお前は消せ、そう思って本当に強く念じて、本気で強く念じて、それから描き始めるんです。で、その時が、アリアスっていう石膏像の石膏デッサンの日でした。で、今でも本当にその時のことを克明にはっきり覚えてるんですけど、描き始めてすぐ、あの、
当たりが出た、そのこれは今までで一番いいデッサンになるっていう確信が持てるぐらい当たりがなんかすごく綺麗にスパッと入ったんですよね。なんかで、窓から入ってくる光があって、でこっち側の壁から反射する光があって、でアリアスっていうその石膏と、まあ、ちょっと分からなかったらちょっとググったらアリアス石膏でやると出てくると思うんですけど、こうちょっとうつむいてこっち向いた石膏像で、この鼻のこっち側の面に窓からの光が明るく入って、こっち側の側面に、壁からの反射光が入って、自分はその時にその反射光、もちろんその概念としては分かってるんだけど、その時に初めて反射光を的確に描き分けられて、そのせいで石膏の顔の部分を描いた瞬間に、その両側の余白の空間が白い、その何もない描いてない白バックの石膏デッサンなんで、でこの白い紙の何も手を入れてない部分が、この反射光がうまくいってるせいで空間に感じられるようになって、あ、これがその上手い人たちがやってるこう回り込むような奥行きのあるデッサンなんだ、自分が今それをできそうになってる、いいぞっていう感じにすごくなって、テンションが、上がったわけです。で顔の描写が本当に鼻のところと目からこの鼻のあたりが、すごくうまくいったせいで、なかなか僕石膏顔に似て描くことができなくて誰じゃみたいになることが多かったんで、そのぐらい下手くそだったんですけど、その時本当にそのアリアスっぽいいい顔が描けて、鼻がきちんと立体感を持って描けて、周りが空間になって、あ、いいなと思って描いていて、で描いてる途中に11時半ぐらいにハッと気づいて、その顔をうまく描けたってんで、顔を先行して描きすぎてて、まだ当たりは取ってるけど、その肩とか頭の上とかしっかり描き込んでないわけで、それで顔だけちょっと進めて描きすぎちゃってるんで、あ、これバランス悪くなるなと思って、一回、ちょっと引いてみたりとかして、バランス大丈夫だったろうかと思って見たんです。その時にはだから顔の頭の上は大丈夫かな、顔の大きさは大丈夫かな、で顔首から下、測り棒みたいなね、こうやって測って、あ、大丈夫大丈夫みたいな、よかった、今からだったら全然このまま描き進めて大丈夫だと思ったんですけど、その時にハッと気づいて、そのアリアスさっき言ったみたいにちょっとこっちを向いてるんで、紙で言うとその この紙で言うとこっちを向いてるんで、こっち側の余白がこっち側よりもちょっとだけ大きくないと、つまり顔のが画面の左右同じに切って真ん中じゃなくてこっち向いてるから、ちょっと画面の真ん中よりもこっちにないと構図的には綺麗じゃないその位置だったんですよね。なのに結構真ん中に描いちゃってて、それはほんのちょっとのことなんだけど、その時に思って、1センチは違ってないけど5ミリ以上だから7ミリか8ミリぐらいこっちにずらさないと構図的にはうまくいっていないってことになっちゃうなと思って、その時にこれ顔もう11時半まで描いちゃって顔結構描き進めちゃって、これで顔全部消すとかないでしょうと思って、で今本当に奇跡的にうまくいって、これが自分の成長につながる大事な一枚になりそうな時に今消すってどうだってなんか思った瞬間に、その自分のなんか無意識の表層のところから、そのいや大丈夫大丈夫、このまま描いて大丈夫っていう声が聞こえてきた。その正確に言うとなんかすごい勢いで頭がフル回転して、構図を直さなくてもいい言い訳みたいなのを次から次へと頭の中に思い浮かべてくるわけです。つまり自分が今本当にその成長できそうないい鉛筆の色が乗ってるところを、これ消して書き直して今よと同じように、あるいは今よりもうまく書ける保証は全然なくて、このまま失敗しちゃうかもしんないぞとか、よくこういううまくいってるとこを直して直したら1回目よりもうまく書けないとそのまま総崩れになっちゃうっていうことをよくやってるよねとか、あるいはもう11時半だから今から書き直したら結局時間切れで未完成で終わるかもしれないじゃんとか、次から次へとその言い訳が思いついてきて、それで大丈夫大丈夫このまま進めた方がいいってっていうふうに無意識の声が言ってくる、その心の動きみたいなものが自分ではっきり分かったんです。でその瞬間に左手で持った練り消しでわーって言いながらわーって言って全部消したわけですよ。でわーは本当に大声じゃなくて小声でなんだけど、それでもちょっとわーって言いながら、アリアスのその自分の一番うまく描けた顔を、消しました。消した瞬間に
やっちゃったっていう気持ちと同時に、なんていうかな、その勝ったっていう気持ち、その自分の初めてこの無意識のその言い訳というか、その現実の認識を歪ませる自分の心の声みたいなものをやっつけた、あの本当に文字通りギュッと首根っこを掴んで地面に押さえつけた感覚があって、あのこの瞬間にその自分をがんじがらめにしていた呪縛みたいなものが溶けて、その心がすごく軽くなりました。で書き直してみたら、あの書き直しはすごく、まあ、ありがたいことにうまくいって、っていうのは練り消しで消したんで完全に消えてなくて消し跡が残っていて、その消し跡をき頼りにその書き直せるんで、ゼロから書くよりもその楽だったのと、やっぱりものすごい集中して書いていたんで、そのどうなってたかとかどう書いたかとかを一回頭の中にしっかり入ってるんで、なんていうかな、その知らない道を歩くのに比べてもう地図がしっかりできてるみたいなもんで、その直しが結構楽だったんですね。で直してみて分かったんだけど、うまくいってるって思い込みすぎてちょっと大胆にもう絵をいじれなくなっていて、そのせいで顔もちょっと硬くなっていて、もしそのまま進めてたら他の部分に比べて顔だけが硬いねっていう絵になっていたかもしれなくて、結果的に、直して本当に良かったです。での直して本当に良かったっていうのが本当に自分にとってのそのかけがえのない成功体験で、大丈夫、失敗したって自覚した時には、そのどんなに自分の無意識がいや大丈夫っていう言い訳をしてきても、とにかく自分の直感的に思ったうまくいってないとかなんか変だなっていうこの違和感みたいなものは絶対正しいんだっていう、その後でどんな理屈をこねて自分を正当化したとしても、最初にふっと湧き起こるこのちょっと不安な感覚、ちょっと雲行きが怪しいって感じる、絵を描いてて、多分絵を描いてる人ちょっとそれ分かるっていう人結構いると思うんですけど、なんか描けているんだけどなんか先が見えないというか、こうゆっくり天気が悪くなっていくみたいに、なんか変だなっていう心の底に違和感があるのは、無意識はとっくにここを直さないとやばいぜってのに気づいていて、だけど意識の表層がそれをブロックして、いやいや直さなくて大丈夫大丈夫、直すのはちょっと大変すぎるから直さないでいこうぜっていうふうに言って止めてるんですよ。でこいつを何とかしない限り絶対うまくならないってことなんです。でこのアリアスの石膏デッサンでバッて消せたっていう経験から、それやった日からちょっとずつ、その僕はその自分が傷つかないように先回りして言い訳をしてくる自分の無意識の動き、心の動きっていうのがちょっとずつ分かるようになってって、それ分かるようになってくると、その毎回ではないんだけど、やっぱりそれに負けることもあるんだけど、勝ったり負けたりでだんだん価値が増えてくるというか、でそのまさに絵がうまく描けない時っていうのはこの無意識の声に負けてる時で、その勝てば直せるんですよ。直して、でそれなりのところまではいけるんですよ。でそっから先は本当に何枚描いたかっていう場数の勝負になっていくんだけど、その何枚描いてもこの無意識の声に負ける人は結局あるところから先へはいけないんです。でこのことに気づけたっていうことが本当に自分にとってはまあ個人的な経験ですけど本当に良かったです。でその日から本当に1枚描いたら1枚分確実に上手くなるってことがこうどん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 積み上がっていって、気づいたらその周りから頭一つ二つと飛び抜けていって、参考作品って言って予備校がお金出して絵を買い上げてくれることがあるんですね。カタログに載せたり、予備校の参考作品保管室ってとこがあって、そこに良かった絵は保存されて後々の学生たちの参考資料として見られるみたいなやつがあって、割とそこからその参考作品行きの絵を乱発できるようになって、で本当にそこが自分の結構大きな気づきいっぱいあるんですけど、割と大きな気づきの一つです。で絵が上手い人はみんなこれ当たり前のようにそのできてるのかなとも思うんですけど、最初からそれは当たり前というかもう苦にも ならずに気にしたこともないぐらい当たり前に気づいてスッと直せる人もいるし、僕みたいにずっとその心の言い訳に負け続けて、できなかった、できずにいた人もいると思うんです。で
やっぱりでも上手い人は多分例外なくこれができている人だと思います。で、なんていうかな、その自分の感覚では絵に対する情熱とか思い入れとかが強い人ほどこの無意識の声も強力で、つまりなんでかっていうと、ものすごく熱意を込めて自分には例えば絵しかないんだみたいなことを強く思い込みすぎて絵を描いている人って、それの間違いに気づいて直すとか自分の描いたものを否定するってものすごく傷つくじゃないですか。自分の自尊心と絵が一体化しているような場合は自尊心自体が傷つくじゃないですか。そうすると自分の心っていうのは自分が傷つかないように徹底的に先回りして、いやいや直さなくて大丈夫っていうことを強く言ってくるわけです。その言葉の力が普通の人よりも強いわけです。だから、絵に熱意を込めて描いている人ほどここにはまると、抜け出すのが大変なんじゃないかと思います。自分は経験的にここでだいぶ苦労をしたし、まあ、逆に言うとその苦労から抜け出した時に得られたものも大きかったです。で、逆になんか絵が上手い人、スイスイ上手くなっていく人ってあんまり絵にめちゃくちゃな執着があるっていうよりは単純にお絵描き楽しいからみたいな感じで描いていて、直すのも楽しんで直しちゃったりして、そういう人はそうこういうところのストレスが多分少なくって、だから直すことにあんまり強い抵抗を感じなくてスイスイと直せてスイスイ伸びていっちゃったりするのかなと思います。そういう言い方をすると、じゃあその絵に対して情熱を持っているってことが成長の妨げになるみたいな、言い方になってしまうんだけど、でも決してそういうことではなくて、まあ、自分もそういうタイプなんでそう思いたいっていうこともあるんですけど、なんとかして今説明したみたいな自分のその無意識の声を捕まえることができるようになったら、もともとその声が非常に、強いことによってその自分が直さなきゃいけないポイントが、そうじゃない人よりもより明確になるんだと思うんです。つまり、自分の無意識の声に気づくことができて、じゃあ、ここは直さなくていいよ、大丈夫だよっていうふうに言ってくるんだとしたら、まさにそここそが自分が直さなきゃいけないポイントになるからです。だからこそそのこの無意識の声に気づくことができるようになるっていうことと、それを、こう聞いて直すことができるようになっていくと、その最初に思い入れがその強いければ強いほど、その後に来る成長が爆発的なものになるんじゃないかと思います。僕に関して言うと本当にそうだったんじゃないかなと思います。なのでものすごくその熱心に時間や労力を割いて絵を描いてるのに伸び悩んでしまうっていう人は、ぜひ今説明したみたいな自分の無意識が自分を傷つけないようにあらかじめ先回りして何かその大丈夫だっていう言い訳を自分に支えかけてきてるっていうことにちょっと気づこうと思って書いてみてください。もし その瞬間みたいなのに気づくことができたら必ずそこから爆発的に成長していけるようになると思います。紙と鉛筆で書いてると決して書き直すっていうのは結構大変で、要するにアンドゥーができないので。でもデジタルであれば、書き直しが劇的に簡単なので、さっき僕はあの練り消しを持って、デジタルの人は消しゴムツールをちょっとでかくしてみたいなことを言いましたけど、消しゴムツールってまあ、パーセント下げられますけど基本的には消したら 100% 完全に消えてしまって痕跡が残んないんで、それよりは直したい場所を選択範囲で囲ってクリップスタジオだったら、カットしてペーストすると別レイヤーに選択した部分だけが移動するので、そういう形で、自分の直したい場所を別レイヤーに移動させて、それを例えば、不透明度 15% ぐらいで薄く表示させて、それを当たりにしてもう一回書き直すみたいなことをするのがいいんじゃないかと思います。そうするとオリジナルの方が残ってるんで、最悪直したけど最初に書いたやつよりもうまくいかなかったとしたら最初のやつのバージョンに戻せばいいんで、みたいなことはできるかなと思います。フォトショップだったらコマンドシフト J かなんかで、選択範囲のを別レイヤーに持っていけたんじゃないかと思います。そうするとその直すってことの精神的な負荷が軽くなればなるほど、多分その直さなくても大丈夫だよって声に対していや直すの簡単だから大丈夫って言い返せると思うんですよ。そうするとその直さなきゃいけないってことに対するストレスが下がるんで、
直さなきゃってことに気づいた時にスッと直せるようになると思うんですよね。で、という、ここまで長々と説明してきましたけど、この考え方が理解できたら、今日この瞬間から絵に対する考え方っていうのが、変わっていくんじゃないかと思います。技術的なことで言うと、例えば今まで、例えば左右反転して見てみるとか、その、絵を離れて見てみるみたいなのは、そのデッサンの狂いを発見する方法としてみんな認識していたと思うんです。だけど本当は、デッサンが狂ってるのに気づくんじゃなくて、自分の無意識が、自分の認識をどういうふうに歪めているのかに気づく、ための方法なんですね。まあ同じことっちゃ同じことなんですけど、でも、本当に気づかなきゃいけないのは、この手先を動かすレベルでのデッサンの狂いを直すってことじゃなくて、自分がそもそもどのように見ていて、無意識がどのようにその見方を歪めているのかっていうことに気づけないと、なんていうかな、その反転して直しましたっていうのは、それだけではその病気の原因を治さないで薬だけ飲んでるみたいなもので、本当の意味でそのデッサンがの狂いが治ってるっていうことにはならないと思うんですね。なので、まあ、自分も未だにこの30年絵を描いてきて、まだその左右反転すると歪んでるんで、偉そうなことは何も言えないんですけど、でも、やはり、そこで直さなきゃいけないのは、そのデッサンが狂ってるっていうその手先のレベルの話ではなくて、自分がどのようにものを見て、そのどのように無意識がそれをちょっと歪めちゃってるのかっていうことの、その差を発見する、方法なんだっていうことですね。あとデッサンの狂いを簡単に発見する方法として、要するに今の方法は非常に、左右反転とかは非常に手軽でいい方法なので、それを繰り返して、それで狂いを発見した時に自分の心の中に一瞬起きる嫌だなっていう感覚とか、あるいは、その瞬間に直さなくていい言い訳を考えちゃうみたいな、その左右反転に限らず、何か無意識の深いレベルから、自分に言ってくる、ここを直した方がいいのではないかっていう、その直感みたいなものですねに気づいた時に、それをしないでいいっていう言い訳を自分の無意識の浅い部分がどん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 思いついてくると思うんです。それに気づけるようになる、いい方法なんじゃないかと思います。その、左右反転してパッと見て、その瞬間にその心の中に起きることを、観察する、デッサンを直すっていうよりは、このその瞬間に自分の意識がどう動くのかを観察することの方が、僕は個人的には大事なんじゃないかなと思います。もちろん狂ってたら直さなきゃダメなんですけど、であとはそのこれは絵に対する考え方だけではないんだけど、今言ったみたいにその自分の無意識が大丈夫、間違ってないからこのままで大丈夫っていうふうに変えなくていい理由を、その自分に向けてささやきかけてきた瞬間に、それをギュッとねじ伏せて、いやでも変えなきゃダメだっていうふうに決断できるっていうことを繰り返しできるようになっていくと、それは絵を直すのが上手くなるっていうことだけじゃなくて、その、考え方自体が自分の生活のあらゆる場面で別なことをやっていても、その考え方自体が非常に重要なので、なんていうかな、自分のそのあらゆる場面で自分をちょっとずつ成長させてくれるはずだと、個人的には思ってます。その僕にとっては絵を描く、一番の真の目的っていうのはまさにそれで、例えばその他人がいる中でとか、その社会の立場がある中で、自分の間違いを認めて改善していくっていうのは、多分ものすごく大変なことで、なかなかできることではないと思うんです。なのでそういう中で絵を描くっていう行為は、もう世界に自分と自分の絵しかないっていう、この閉じた空間の中で、自分のその無意識の在り方にすごく素直に向き合うことができる瞬間で、その中でその自分の心の動きをノイズの少ない環境で観察できる、その非常に重要な、場なので、絵を描くっていうことは。その中で絵を描きながら、その自分との対話の中で、ちょっとずつ何か自分のなんていうかな、物の見方の歪みみたいなものを、ちょっとずつでも直していけるんだとしたら、それは必ず長期的に見れば、その自分を、今までよりもちょっとずつマシな人間にしてくれるはずなんです。で、僕はそう確信しているんで、ずっと熱意や情熱を失わずにずっと絵を描き続けられています。なのでそう思うことが、もう大事だということもあるし、そう思うことで絵を描くっていうことのなんかモチベーションが途切れないというか、
なので、なんていうか、そうですね、その予備校時代にそのうんうん悩んでいた頃に比べれば、自分はその、まあ、年を取って多少なりともマシな人間になれてるはずだと思うんです。まあ、大したことはないのかもしれないですけど、そんなわけで、絵を描く上で一番大切な気づきは、自分の無意識は自分が傷つかないで済むように、いつも現実を歪めて見せようとしてくるということです。で、なんていうか、そんなの当たり前だとか、最初からそれは知ってたよっていう人も、まあ、結構いるかなとは思うんです。だけど、僕と同じようなタイプでここでつまずいてる人にとっては、この気づきがあるってことは本当に大事だと思うので、ちょっと長々と話させていただきました。誰かの役に立っていれば幸いです。長々ありがとうございました。チャンネル登録、いいねなど、もしよかったらよろしくお願いします。このチャンネルでは、絵を描くこととか、実際に絵を描いてる、作業工程を見せたりとか、あるいは自分の趣味のカメラとかガジェットとか、時々ゲームなんかの話もします。メインはやはり絵のことなので、興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。